皆さんこんにちは、マーティンダーマクーボーイキンタです。季節の行事はいろいろあるもんでございますよね。はい、まあ一年はやっぱり暖かい服装、1月はね暖かい方が一番ですよ。はい、いろいろ年始回りもあります。2月はまあ節分とかいろいろ、3月はひな祭り、ひな人形、入社式、入学式、卒業式もマナーが必要です。はい、あとはエイプリルフール、まあ、花粉症対策いろいろありますね。まあ放電も、まあ、マスクを取らないといけないです。マスクをつけたままだと失礼に当たります。はい、不幸があった時でも。はい、イースター、100歳もあります。5月はまあそうですね、子供の日とかいろいろあります。6月、衣替え重要、まあ傘も必要です。梅雨が入っちゃいますね。山開き、海開きあります。フォーマルな衣装大事です。NG は冬のネクタイやノーネクタイ、ラフな服装、露出の高い服装は失礼でございます。はい、8月はまあそうですね、いろんなものありますね。お盆ですね、お盆。9月は防災、関東大震災ですね、能登半島地震も経験します。10月は子供の脳から動きやすい服装が大事。日本代表のユニフォームもおすすめでしょう。11月はいろいろありますけど、清掃です、七五三は。12月もいろいろクリスマス、あとはまあ、ゆずゆ、あの、通りですね、いろいろ。というわけで、季節のプチマナーでした。バイバイ。